ちょっと待って、それやったら準備しなあかんわ、先に。サンダー城と挑むんやったら、それは準備しとかなあかんわ。これ弾作れへんでしょ。どうすっかな、じゃあ。これ作られへんもんな。トラップキャスター作れへんし、そう考えたら、まあそこまで考えんでええか。これにしよっか。爆弾。これね、どうせこの辺から出てくるんでしょ。どっか一箇所にもう完全に溜めといたって、後ろのデスクグラインダーを、とりあえず取って、それでドカンと撃っちゃえば、なんとかなっしょ。まあ、ここでね、一気に死んでもらおう。敵が来たか。サンダードが来たったか。で、これね、3つ、やっときましょう。これで取れていくか。では、サンダー城、行きます。誰、両肩についている武器を落とさないで、やばい。どっから来る？さあ、やるぞ。どっから？どっから来る？どっから来るの？あ、来た、あっちがか。うわ、ちょっと待って。はい。OK、来た、いいんじゃない？取ったか？取れてない。取れてねえな。OK。デスクグラインダーまだ取れてないか。あ、取れてない。デスクグラインダー取らないと。つがいて。あ、デスクグラインダー取れてる取れてる。どこや、どこにあるデスクグラインダーと。あった、デスクグラインダー、あった。ちょっと痛い。ちょっとやめて。こら、バカ。こんなとこ飛んでる。オッケー。どこだ。ヤダン切れ、早っ、もうヤダン切れた、早い。まだついてる？もう一個デスクグラインダーどこ行った？もう一個のデスクグラインダー、あんた、ちょっと待って、もう一個のデスクグラインダーは、ちょ、もう一個のデスクグラインダー、あんた、デスクグラインダーどこ行った？もう一個ないの？両肩ついてるでしょ絶対に、あんた。ちょどこにぶっ飛んだ、どこにぶっ飛んでんだ、あれ、おい頼むわ。はい、デスクグラインダー、デスクグラインダーかい、ちょうだいよ。あった、え、まだついてる、こいつついてないよな。よし、取れたかな。たもうないし、ちょっと困るわ。ちょっとやばい、ちょっと武器かよ。大丈夫か、はい、見て、やっちまいな。いけ、危ねはい、引いてるぜ。よいしょ、はい、いったところで、はい、にゃら、やべ、よいしょ、やっぱ結局これだよ、困った時はこれだよ、ね、やろ、死んでろこの野郎、終わったな。はい、オッケー、はい、本当困るわ。ルートに興味を持ったことはあまりないが、
今の戦いは歌われるに値すると言えるな。そうなんや、よかったよ。おいおい、レッツゴーグラインダー。もう俺両肩ってもう一個どこ行ったんだよ。ほんとなんだ、どこに落ちたんだ。何が、うん、困るわ。2個あるもんやのに、2個あるもんや思って戦っとんのよこっちは。あんた本当にもう、じゃあ行くか。何か調べるってなってる。調べようで、何かのサンダー城を調べるって出てるよ。もう持てない、もう持てないね。そうだね、そりゃそうだね、持てないよね。アロイね、あ、ないわ。お願いアロイ、扉を開けて。ちょっと待ってさ、俺かっていろいろこう準備、なんかも何が起こるかいつもわからんねんから、ちょっと準備させろや。ほんとね、身勝手な人たちだわ。いっぱいね、よし行こう。じゃあ行っちゃおう。じゃあライドンします。はい、ドーン。魂、シアンとか言ったんだっけ。まあなんか上がデーモンかな、紫の。その後ここはデーモンに支配された。まるで病気だな、機械に感染している。全て変わってしまった。紫のやつやんな感じや。歪められた魂の元へと続く道は、雷鳴の頂きを極めし者、雷鳴の頂きに来たんや。失われてしまった。別の道が見つかるさ、大丈夫だ。よし、行くぞ。ああ、決着つけ、決着つけようぜ。この紫のんとデーモンとファイヤーブレイク。危な、危ねえ、危なかった。冬の火事場、機械炉、エプシロン、エプシロン。目的地はこっちか、こっちだ。やってやろうぜ。作れへんのかな、まだ。あ、作れる、作れへんわ。エコシェルがないわ。そこか、うにょうにょしてるぞ。うわー、これはもう終わりじゃないの、これ。そろそろ機械炉が作ってたんで、新しいモンスター、これ多分俺の予想ではね。それが暴走してんだよ。新しいです。ほら、ここは魔王ことなき機械の世界だな。ええ、そうね。できる限りここに長居したくない。まず基本の小顔に行かないと。オーバーライトができるのか、もうちょい行くわ。いや、もうこれはもう一人だから無理やで。こんなとこいろいろ乗ったりとかアクションあるから。あー、きつかったな、ここ。ここはきつかった、ここはとってもきつかったな、ほんと。で、あのボス2匹倒したことによって終わってくれたらよかった。手ついた大地までの成長ってことやったよな。で、アラタークどこ行ったん。あいつら来いのと話したんだ。あの人らどこ行ったん、そもそも。じゃ、アラタークたちどこ行ったん。来れるでしょ、あの人たち。どこにいんの。じゃ、あの人たち来てないんですけど。ちょっと、あの人たちどこ行ったん。落ちたんかな。おい、おい、ちょっと待ってくれる。いい日んねんけど。アラタークとオーリアいないんですけど。なんなん、どういうこと。ここ来たらアラタークかオーリアがやってくれるんじゃないの。ドーンと
そういうことやよ。この奥、この奥でしょ、ゴール。前みたいにアラターがドーンってやってくれるんじゃないの、これ。あ、いたいた、あそこにいるわ。あ、これをやってくれと。待ってんとか。そうだね。ごめんごめん。めんごめんご。よっしゃ。これでいいはず。どうだ。この戦いには勝った。勝ったん？だが次が待ち受けている。まだあるんかいな。まだあるやろうけど、もうここで終わらそうぜ。なんかもうラスボス感あるとこ来たやん。よし、開けて。あなた、やってくれ、ここ。今度は私の番。ドーン。そうですね。よし、やってくれた。ん？機械路を調べるやって。で、機械路調べよっか。敵いるかな。いる？もうでげつない戦いさせんでしょ。もうさっきであれやもんな。何何どうした？機械路を起動する。調べたもん機械路は。機械路も調べたわけあんた。これ違うルートっぽいね。え、機械路も調べたんかな。降りろってか。足場に降りる。もうボタンわからんし、もう。どこ行くのこれ。道が全然わからへんやけど。降りたはええけど。降りていいのこんなとこ。何しに降りたん。何しに降りたん。はい、これか。ここか。このためか。また制御盤か。みたいね。大変やね、アロイも。ほんとこれか。はい、ちょちょちょ、三角でもやってよ、すぐちょんって。よし、装置を起動。 OK。 これを聞く人間へ。はい、この施設が再構成されたことにより、現在第一地熱パイプラインが不安定な状態に陥っています。現在把握されている脆弱性を利用することで、この施設内の感染した箇所を破壊すると同時に、いけるやん。予備の安定装置の大部分を維持できるかもしれない。マジっすか。どうしますか。マジか。はい、このメッセージに追加した。魂は一体何を伝えようとしていたのかしら。そう、これサタンやれるし、とりあえず魂はデーモンを倒す方法。そういうことやな。見つけてみたいな。よし、やった。なんかいよいよ終幕みたいっぽいよ。はい、11月28日、ウイルスは不屈の勝利作戦のことばかりだ。不屈の勝利作戦な。ファニータのスワームからファイアブレイクを完走としていた。ということは、つまり俺たちは負けるってことだ。まさかスワームがイエローストーンにまで。なんてこった。なんてこった。まあ、知らんけど大変みたいな。ちょ、そろそろあれじゃない、本当決戦じゃない。作れへん。何も作られへんわ。何にも作れへんわ。よし、こう。リサイクルエリアを抜けられるように。またまたですか。リサイクル先行くんやけど。機械の部品はここに捨てて溶かすの。あ、あの裂け目を越えなければ。ああ、また道を探さないとか。そういうことやな。私がね、これ飛び降りとかね。はい、なんか敵の音する、てててててみたいな音聞こえなかった。いるよな、どっか。え、どこにいんの。あ、そこか。ウォッチャーいるやん。とりあえず数分は平気。まあとりあえずやっちゃうぜ。 OK。もうそろそろ、もうあいつらついてこへんかったらさ、俺も行けてたんじゃん、これ一人でサクッと。あいつらついてるからこんなことなんでしょ。俺やつらいいかと、もう出口みたいなもんじゃないのこれ。分からんけど、これでいいんかな。あ、でもアラタークいいんか、誰が開けられへんかったんか。ネジネジんところ、ここでいいんかな。
あ、ライドン来た。よし、ライドン、よし、いいよな、族長ばっかり頑張らしてこの人ら。あの二人も苦労せずにこっちに来られるな。お前ぞ、あ、もうお前ら二人苦労せんと来すぎやぞ。お前言っとくけど、ほんまにお前ら苦労せんと来すぎ。俺どんだけ苦労したか。もうどんだけね、俺はね、あのストレスをね感じさせられて、うわもうバーン。ほんとどんだけ絶叫してどんだけね汚い言葉吐いたか。お前ふざけんじゃねえよ。喋ってたわ、喋っとった。アニータとの最後の会話頼むわ。もう誰かが見つけ、あ、消しちゃったわ。アニータと最後の言葉、あんなにも乾杯してたのにな。はいはい、アニータとの最後の会話、誰かが見つけた時のためにこのエントリーに、うん、アニータと、アニータ、アニータと、なんかでもないよ、ないよな、もうアニータとの最後の会話、誰かが見つけた時のためにこのエントリーに念のため添付しておく。なんやねん。いないや。なんか喋ってた。なんか言ってるわ。機械論の暴走？ただなこれは。デーモンの声だ。デーモンの声な。そうなんや。そろそろまた戦わされそうな雰囲気のとこかな。まだそうでもないか、この感じは。え？ソースノードを起動するやって。やるけど、それから。なんでソースノード？どこ？上の方やん。こっからか。あれ？ほい。ライダーが怪我されたって。深夜アクセス。青い光が見当たらん。ならばここにいるのはデーモンだけなのか。そういうことやな。そう。魂も時期に分かるだろ。時期に分かるだろ。はい。オーバーライド。ゲン。あー、またこれもう、まあ、電気通していくだけか。まあ、だからこういうのは最初は一発目絶対動かしておいた方がいいんでしょう。潜在的脅威を検出。ヘパイトス、ヘパイトスがこれでしょ、悪いやつなんでしょ今、今回は、今回に関してはヘパイトスの暴走。ここのルートはこれではないな。もうここは 100% これ固定やな。だってこれ以上つながるとこないから。だからこいつが違うやん。だからこれはこうだ。これしかこうしかない。ルート的にね。んで、待てよ。これはあっち向けるしかないから。こうか。こう向けながらね。これがルートなんですよ。でこうですよ。でこれがこういってこういってこういって、え、いろんな方行ったな。どうなんだ。あ、こういってこういってこれやな。はい。こういうの。はい。はい。でこれが回すと。もういいなるようにしかならへんシステムやから。これトントン終わった。え、終わんじゃないの。そろそろ OK。 よし、来た。機械のコアに向かう。やったわ。やったね。部分的復元を開始します。うん、イエローストーンカルデア。やったんな。アナルキックネクサス、アナルキック、アナルキックネクサスって言って。青い光の魂、オーリアです。あなたに使える友人です。誰って言われたしな。どうしたら助けられますか。オーリア、オーリア、デーモンが何千体もの殺戮兵器を
製造しています。てんな、複数の新たな脅威もすでに解き放たれました。脅威に対抗するため、施設の大部分を破壊しなければなりません。最小枠間近、コアに向かってください。私は信号設定に当たったんだ。いや、汚染されてて。ここで待っていても仕方ない。行くしかないよ。この要塞を破壊する、そんなことできるのか。魂は一体どうなってしまうのです。わからない。でもコアはきっとあれだ。あれか、あそこにある。行くしかないな。ヘファイストス、デーモンが無防備のままにするはずがない。向こうも全力で私たちを迎え撃ってくる。敵めっちゃ出るっていうことや。よく聞くんだ。この先へは私とアーロイだけで行く。お前はここに残れ。それでもお前は行くのだろう。あら、では戦いの地へ。戦いの地へ。まあ、なんかいろいろもらえるのかな。何が出んやろ。ああ、だから新しいあいつらも出るでしょ。絶対あのゴリラと火の犬。あいつら本当たまらんわ。それなんか作れるもんとかな。やばいな。作れへんやんけ。何一つ俺が作りたいもん作れへんわ。機械の声に向かいます。コアに向かって進むぞ。はい、わかりました。おっと、シアンのせいでヘファイストスは今頃カンカンだろうな。はいはい、行く方が分からへん。登れんの。ちょっと掴もうとしただけ。俺無理か。ちょっともう掴むボタンがこれやからもうしゃあないな、これな。はい、よし。シアンは制御がどうとか言っていたな。あの塔はそのためのもの。ああ、またあれか。コアオーバーライドしてドゥーンって言ってな。制御してオーバーライドちょっとどうぞ。入れんの？無理でしょ、やっぱり無理だね。そいつは無理だよね。あ、ここね。あ、こいつな。よっしゃ。